はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、っと、今日はですね、早くも、えー、3週目のビデオです。えー、いつも通りですが、これはですね、ク、えー、あのー、クリエイティブコモンズですので、えー、クレジットを入れていただければ、スクリーンショット,トを撮ったり、えー、音声をダウンロードして、それをソーシャルメディアなどに共有してくださっても構いません。えー、早送りや一時停止も、あの、ご自由にお願いいたします。さて、 えー、今日のトピックは評価です。はい。えー、教育関係で評価というと、えー、ものすごくざっくり言ってしまうとテストなどのことです。えー、評価することによって、えー、学習者がどのくらい目標に近づいたかを調べることによって、えー、コースや教師の仕事ぶりを知ることができます。えー、ただ、えー、評価の方法は筆記試験だけではありません。はい。えー、うん。 本日の今週の予定は以下の通りです。まず最初に、今週の目標をご紹介します。そして、仕事の流れとして、仕事の流れとしては授業をしてから評価をすることが多いのに、なぜこのコースでは先に評価を勉強するのかを説明します。そして、行動中心アプローチで使いやすい評価方法の一つである、パフォーマンス評価という方法をご紹介します。 えー、そして、えー、その評価方法の具体的な例として、えー、バイク用の地図を買うという行動について、えー、それを日本語でどのぐらいできるかを評価する方法をご紹介します。えー、また、もう一つの具体例として、えー、国際交流基金で開発された会話のテストの例もご紹介します。えー、そして最後に、えーと、次の週までの課題と参考文献もご紹介しておきたいと思っています。 はい。えっ、ー、と、今週の目標ですね。えー、今週の目標は、す、え、で、ー、に皆さんに作っていただいた、えー、CDS のリストの中から一つを選んでいただいて、えー、日本語を使ってその行動が実際にできるかどうか、えー、その評価ができるということです、えー。行動が実際にできるかどうかなので、日本語を知っているかどうかの評価ではありません。 えー、では、あのー、今週の最初のトピックですね、えー。仕事の流れとしてはですね、あの、授業の後に評価をしますよね。でも、えー、準備をするときは、えー、授業の準備をする前に、えー、評価の準備をしておいた方がいいです、えー。なぜそうした方がいいかっていうとですね、えー、この左側にありますけど、えー、目標を決めて、そして、えー、教えて、そしてそれから評価の方法を考えるっていう、 えこういうよくある順番ではですね、あの最初の目標を忘れてしまって何を教えたかを考えてテストを作ってしまうことがとても多いからなんですね。えー、例えば会話のクラスの目的はもちろん会話の力を育てるはずですよね。えー、ですが実際にはその会話のクラスの授業で会話が書いてある教科書を読むような授業をしてしまってでテストにはその教科書に出てきた単語とか漢字を 筆記試験で出すとかですね。もうこういう例が本当にとてもたくさんあります。えー、で、こういう問題を避けるには、この右側にあるように、えー、バックワードデザインという考え方を、えー、使うといいです、えー。バックワードデザインはですわねあ、バックワードデザインではですね、えーうん、授業の目標を決めたら、授業内容の前にまず評価方法を考えます。そして、えー、その後に、 えー、そのテストに合格するための事業を考えるわけですねで。もし評価方法が正しければ、このテストに合格させるための授業というのは目標通りのいい事業になるはずです。えー、で時々ですねあの、テストだけできて実力がないとか言われる人がいますけど、もしテストが実力を測れていれば、このようなことはないはずなんですね。えー、つまり えー、これはテストだけできる人が悪いんではなくて、そのようなテストをっ作っている先生が悪いわけです。えー、それで、まず、えー、次のビデオではですね、えー、良いテストとは何かということを考えてみたいと思います。はい。それでは、この、えー、ビデオではここまでです。失礼します。